どうも、六六首のエンタメラボへようこそ。六六首のペチとケメラジと中内ことサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。ハニーボーンガードナーを注文しました。ハニーボーン、ハニーボーン、あーハニーボーンね、しびれるはいはいやつで、はい、ガードナー、おーガードナ ー, ー, ガ, ー, ー, ガ, ー, ーガードナーね。やっぱこの危ないんでビビって、あっ。というわけで、ボイス第1話終了いたしました。ちょっと辛すぎません？いや、辛すぎたけど、めちゃくちゃ面白かったよ。面白かったけど、ちょっと辛すぎたな、ちょっとやっぱね、残酷すぎたな。いや重いね。やっぱ思い出したわ、ボイスってこういうのだ。そうだね、こういうのがすごいですね。なんか、淡い期待を込めて、重藤がね、助かるんじゃないかとかいろいろ期待したけども、燃え盛ってましたね。燃え盛ってた。綺麗にフラグを回収してくれたね。割と重要キャストですよ。いや、そうよね、やってくれましたね。ちょっと平和ボケしてましたわ。申し訳ない、これは。そうね、まあこの方がね、本当に死んでるのかどうなのかみたいな声もね、リアルタイム放送でありましたけども、まあそこも含めて、まあやっぱりなんといってもこの重要黒幕である白塗りの男が誰なのか、そしてどういう人物なのか、まあその辺をね、まあ最後に取っときながら今回起きたことをまとめて第1話考察という形にしていきたいと思いますので、今回もぜひ最後までよろしくお願いいたします。というわけで、ボイスは毎週日曜夜10時から放送されているドラマでありまして、僕たちの動画はその翌日日曜日に直後考察動画として動画を上げております。そしてその直後考察動画についたコメントをまとめて再考察した直前再考察動画を放送日前々日の木曜日に上げておりますので、こちら3本セットの最強ルーティンでよろしくお願いいたします。じゃあこのままですね、今回あったことをまずはさらっていきたいと思いますが、はい、まあなんといっても最初にね、白塗り男のまあ犯行シーンから始まったということでね、まああの殺された人物はね、多分モブキャラであって、まあこんな凶悪犯ですよっていうのをアピールするシーンから始まったとは思うんですけども、すごかったね。すごかったね。なんか火をね、使うというか、火になんか特別重きを持ってたね。特徴多すぎん、火だし、白塗り、踊る、まあ、そうなんだ、めっちゃあるよね。そう、ちょっとね、その辺をね、おさらいしていきたいんですけども、男の人がね、捕まって、まあなんか意識を失って目を覚ました時に、その後のシーンでね、注射が映るシーンがあったんだよね。あれが被害者を眠らせてたものなのかなとも思ったんだけども、どうやらどっちかっつうと自分に使ってるというか、まあいわゆる麻薬、的なことで自分に打ってちょっとおかしくなって待ってるのかなって感じもするし、まあちょっとここは微妙なんだけども、とにかく麻薬とかにも精通してそうな感じなのかな。そうね、ちょっとハイになってた感じするからね。そういう感じもあるし、さっきね、サクも言ったんだけども、セリフでもね、この世の中には火をつけさえすれば利用できるものがたくさんあるよみたいなコメントもあったから、ここで僕が思ったのは、逆に昔に何か火にトラウマがあったりするのかなとも思ったりしてて、っていうのが、なんか白塗り男ではあったけども、例えば火傷で実は肌がちょっとただれてるとかで、それを隠すためにちょっと白くしてるとかで、だからこそ火に対して異様な、なんだろう、執着心があって、だからこそ自分は火を使って人を殺めるんだみたいなのも感じられたりもしたかなっていうね。そうね、まあ自分と同じような被害者をこう、そう、ね、作り出すじゃないけどな、なんかそういった復讐心もそうなんだよ、あるかもな。なんか白塗りだったけども、ちょっとなんかね、お肌がなんかね、なんかあるかもしれない、なんかね、感じだったよね。あったよね。ちょっと一時停止したりして見てほしいんですけども、白塗りの理由がね、ただ自分の顔を隠すためだけの理由だと思えないんだよ。だってマスクとか、そうだよね、いろいろあるんですよ、便利なものが。塗らなくていいもんな。そうだね。ね、もちろん俺らに隠してるというか、視聴者に隠してるっていう意味はあるんだろうけども、なんかマスクで出てくるとことかもあったりして、そうそうそう、とにかくなんか自分の容姿にちょっとコンプレックスみたいのがあったりもするのかな。まあ演出以外での絶対理由はあるだろうな。なんかつけないとね、つけないとだと同じ、なんで白いのってことにはなってしまうしね。まあこの人物が誰かっていうのはちょっと最後に置いといてですね、この後に市役所でね、人質立てこもり事件っていうのが発生したんですけども、まあここでもね、薬物使用の疑いがあるよみたいな話を立花がしてたりですね、でその犯人が持ってた爆弾っていうのが特殊な構造だったよみたいな、だからまあ専門的な知識がないと手に入らないから、まあ何か普通の人じゃないっぽいよみたいな描写があったので、まあここから分かるのは、最初のあの白塗り男とつながってるというか、利用されてる、まあなんか信者とか、
なんかやっぱり関係はしてるのかなっていうのはありますよね。まあね、うん、まあ簡単に言うと軍団の一味の可能性もある。そうそうそう、そうね、そうで、そこでやっぱりこの薬物を使用してるっていうのがまたつながってくるのかなと思ってて、ね、この白塗り男も薬物をしつつその部下というか手下みたいな人にも、まあ、薬物を使用させて薬を利用して服従させるというか、うん、まあ、操りやすくしてるからこそ薬物疑いの人がああいう市役所の立てこもりをしたのかなとかも思うよね、うんうん、で利用価値なくなったら殺す的な感じなのかもしれない、うん、だからだ、ね、もしかしたら初っ端に出てきたやつはもともとね、うん、その部下的なやつで、はいはいはい、もう利用価値なくなったから殺されたってのかもしれない、ね、うんうん、ああなるほどね、最初の人も、うん、最初の人一番最初の人、あなるほど、それもありそうだね、うん、まあ今喋ってみて思ったけども、この事件ってやっぱ全部繋がってたから、市役所に立てこもってもらったことによってあそこに立花とかをまず引きつけてとか、うんうんうん、その辺から多分全部作戦だったのかもね。めっちゃ仕組まれてた。そうだよ、ね、本当にはなるな、うん、切れるからね今回の。いや切れますね、めっちゃ頭いいよ、恐ろされてるから。いや本当にそうだよね、うんうん、そしてその後ね、その帰りにですね重藤が連れ去られると、でそれと同時に樋口の一人息子の大輝も白塗り男の協力者の女の人によって連れ去られると、まあ、同時にねここから事件が動いていくんだけども、重藤がね連れ去られたのはおそらく最初に出てきた白塗り男かなとは思ってるんですよ。うん、そうだね、うん、なんか明らかに動きも良かったし、なんかダミーの男っていう感じはしなかったから、今日に関してはやっぱりダミーの人物みたいなのは出てないのかなとも思ってるんだけども、うん、多分そうだね、白塗り男に関しては一人だけっていう感じがするよね、うん、まあ、最終的にも二人しか映ってなかったもんね、車の中大輝くんが。あ、そうだよね、まあこれをなぜ疑ったかというと、レッドアイズとこれ制作チームが一緒なんですけども、うん、まあレッドアイズっていうのが青コート男っていうのが何人かいたんだよね、うん、ダミー的な、うん、だからこそ今回もそういう演出あったりするのかなと思ったけども、1話を見た感じはまだそういう感じはしなかったかな、うん、っていう感じですね。で大輝を連れ去ったこの謎の女、うん、っていうのもやっぱりちょっと薬物の匂いがするというか、うん、ちょっとハイになってるというか、なんだろう、ね、なんだーみたいな、うん、やっぱ正気の人っぽくはなかったよね、うん、ちょっと情緒不安定な感じみたいだね、うん、ただあの身につけたもやばかった。うわーもうあれ怖かった、めっちゃ怖かったね。でも俺はちょっとタイプだったんだけどもよくその感情で入れたんだ。いや入れたんだよ、恐怖でしかなかったじゃないよ、俺はいけたのよ。お前相当肝太いねもう今後ね絶対あの女の人もかなり重要にはなってきそう。なんかね右腕みたいな感じもあるよ ね、うん、完全にジョーカーとハーレークイーンやな。ああでもそうだね、そういう構図なの、オマージュ的なね、そう、うん、だからね白塗り男との関係性っていうのはちょっと気になるところはあるよね。うん、怯えてたんよ結構。ああそうだね、ごめんなさい、うん、逃がしちゃいましたすいませんみたいな感じだったから、上下関係はかなり明確だし、うん、失敗したら何されるか分かんないみたいな存在なんだろうな、ね、うん、そしてね今回の事件の結末としては白塗り男が重藤を殺害すると。でこの方法がですねライブ映像と見せかけて実は10分前の映像を流していて、樋口が到着した時にはもうすでに重藤は死んでいたっていうことで、うん、かなりモテ遊んでるというか、うん、なんだろうね、これで絶対とは言えないけども結構 ECU のことを知ってそうな人物ではあるなっていう感じはするよね。うん、知り尽くしてるんだろうな、うんうん、なんかその電話がかかってきた時もクライシスタイム10分だ、ね、みたいな発言もあったりしたから、うん、内部の人間とまで言っていいのかわからないけども、うん、かなり知ってそうな人物であるし、どのぐらい ECU のことを世間が知ってるのかっていうところもまだちょっとわからない。まあそうだよね、うん、うん、そういうクライシスタイムが公だったら、まあ、知ってても当たり前だし、そうなのよ、そうじゃなかったら誰か内通者がいるとか、うん、そういうことになるからね、うん、まあその辺もね、あれ内部のこと知ってるぞみたいな下りが今後出てくるかもしれない。まあそうだね、あるね、したら内部の裏切り者みたいにも疑いが出てきますよ、うん、いるだろうね、誰かね、いてほしい ね、うん、ね、ただそこでね、まっすーだったらもうやってるよって、ね、そうなんだよ、もうやってっからな、デジャブやな、そうなのよ、まっすーぐらいね、まあ2番手3番手の方が裏切り者だと面白いは面白いんだけどね、なんかその位置にね、重藤がいるんかなと思ったけど、そうだよね、もう離脱しちゃったから分かんないんだよ、そうなんですよ、そう、重藤がまあほぼ間違いなく離脱したと思ってるんだけども、まあ皆さんでも生きてんじゃないみたいな説もなくはないと思うんだけども、
やっぱ考えにくいんだよ ね2話の予告を見ても、やっぱこの第1話を細かく見てもさ、この重藤と白塗りの男のチームがなんか仲間みたいな描写がなくて、ないんだよな、やっぱ敵なのよ、エレベーターでもめちゃめちゃ襲ってたから、そう襲ってたもんね、あれ完全にね。はい、ということで重藤がね、いやおもろい展開、まあ2話で完全に死んじゃってるってことが分かればもう疑う必要もないかなと思うんですけど、兄だな、じゃあそう兄だよ、兄だな、うん、まだね神奈川県警本部がほとんどねワンシーンしかなかった、確かに、なんかちょっとやっぱ匂うな、匂うよね、めっちゃ匂うんだよ、めっちゃ匂うな、ちょっと2話をねここは確認してみたいなと思いますね、まあそしてこのままねラストに行くわけなんですけども、大輝を連れ去ったね白塗り男の一味はですね樋口の元に行ってまた謎の舞を踊るわけで、で樋口がその挑発に乗って銃声でバキュンっていう音で終わるんですけども、怒涛の、もう怒涛って言葉が一番合ってるようなこの1話でしたね、疲れてる、1話でこれってすごすぎない、すごいマジで。というわけでね本題ごめんなさい時間かかりましたけども、白塗り男の正体そしてまあどういう人物なのかということですけども、どうなんですかね皆様、もうだいぶ予想はついてるというか、サムネを見てね、まあやっぱそうっぽいよねとは思ってるとは思うんですけども、僕たちフールでねいろいろ一時停止しながらいろんなシーン確認した結果ですね、安藤正信さん、で、あんま言いたくないんだけどもうほぼ間違いないかなって感じです。いや間違いないんじゃないかな、ビッときたよこれは、結構ね、あの冒頭とかを止めるとなんかいろいろ見えるなみたいな感じだったんだけども、どこだったっけ、結構後半で炎のシーンか、そうもうラストの炎のそうトンネルのシーンで、一回一時停止したら安藤正信っていうですって言ってたね、言ってたよね、言ってた、白塗りしてなかったよあの時、結構取れてたね、ちょっとテロップで何分何十秒フールでとは入れれると思うので、ちょっと皆さんぜひ確認してほしいんですけど、びっくりしたねあれ、ちょっとぽいんですよ。なんかそれまではさ、いろんな候補の方いらっしゃったり、はい、全員カミューとかね。全員カミュー、カミュー。いやそれがこそなんか、横浜流星さんとかも声も多かったし、そういうジャニーズ枠でキスマイフットツの藤ヶ谷さんじゃないかみたいな。藤ヶ谷くんはなんかちょこちょこ本当に見えるとこあった。まあちょっと角度とかね、だろうけど。第2枠で俺は藤ヶ谷くんかなと思うけど、それ以上に。まあね、いやそうなんですよ。明らかになるんです。安藤さんが強すぎるんですよ。強すぎるね。ということで、まあ皆様的にね、いや違うんじゃないかって声、ぜひね、欲しいんですけども、まあでもこれで分かるような演出をしてるということは、何か自信があるというか、今後に何かを取ってある、今後すごい展開になるからこそ、もう安藤正信さんって分かってもいいぐらいですよ。っていうことにも思えるんで。いや、そうだと思うよ。だって、シーズン1の1話より全然多かったもん。そう。それとまた別の考察要素が今後あるよみたいな、あるかなことなんじゃないかな。正直もう分かった状態でずっと追ってるのはさ結構きついからね、そういくら動機とかがさすごかったにしてもやっぱ俺ら犯人を探したいっていう欲求があるじゃん。そうだから例えばだけど5話とかで、ね、一回死んで違うまた、出てくるとかもね期待はしちゃうけどな、ね、というわけで、まあ、最後にね正直ほとんど分かんないんだけども、どういう人物なのかとかは、まあ、先ほども言ったけども、まあ、昔何か警察関係の人だったとか、まあ、さっきも言ったけども火事で心に傷を負ってそれの逆恨みというか、でも樋口にも立花にも何か持ってそうだから、そう絶対あるよね、だよね、ってなるとこの段階で一番思うのはやっぱりワンの、犯人だったしずくね、そうしずく、本郷の知り合いだった人物、まあ、しずくを敬愛してる人で、まあそれをね捕ま、それをね退治というかあれした樋口と光に、復讐心があるんじゃない？そうね、明らかにこの2人狙ってたもんな。はい、ということでですね皆様、これこの人なんじゃないとか今後の展開予想ですとか、いろいろ聞きたいです。考察しがいがあると思うんですよ、間違いないでございますから、直前考察やりますんでね、ぜひコメントむちゃくちゃお待ちしてます。絶対この人じゃないっていうコメントでもいいです。あら出た、いっぱいいるよ、どんどん潰していこう、あまたのコメント、あなたが読むんだけど大丈夫かな、コメントめっちゃ来ると思う。はい、ということで皆様よろしくお願いします。というわけで僕たち他にもいろいろ活動します。ということで夏のね超熱い新クール始まっておりますね、いろんな考察やっておりますんでぜひよろしくお願いいたします。というわけで以上ロクロックでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいななんて思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にケメロジェ、はい、白塗り男まさかの白塗りの理由何、赤面症、あー、むずい、恥ずかしい、あーその答えの方が恥ずかしいかも、うまいこと言ってらしくない、らしくない。